スーパーなどでマスクなしで買い物をしていて、コロナのおじさんからマスクしろよと注意された際の反論は、息止めて買い物してるので、で、大丈夫でしょうか反論しなくてよくね <laughs> っていうかさ、なんだろうな、マスクすればよくね <laughs> なんでマスクしたがらないんだろう別に僕もマスク好きなわけではないけど、なんかその、マスクをしないことで、あの、めんどくさい人に絡まれる、 のを考えると、マスクした方が平穏に暮らせると思うんですよ。だからマスクするのは義務でもないと。で、絡まれた時に反論するっていうのがあったとしても、スーパーというお店の中で、マスクをしてない人がいると、それは良くないよねって考える人が多数派だし、お店の店員の人がジャッジをすることになるんですよ。公園とかであれば、ジャッジする人がいないから、好きなだけ言い争いをすればいいと思うんですよ。でも、お店の中っていうのは、店員さんが裁判官なんですよ。 なので、店員さんがマスクしないで OK って言ったら OK なんだけど、店員さんがマスクをしてくださいって言った時点で、マスクしてない人の負けなんですよ。言い争いをしたいっていうので、勝ちたいのであれば、お店でやってはいけません。お店がそのマスクしないのを、そのなんか押し進めてるお店だったりけど、今のところマスク推しじゃない店舗ってないと思うので、多分負けますよ。なので、あんまりそのメリットはないんじゃないかなと思います。 マスク着用のお願い拒否った人が飛行機を降ろされました。これに関するりょうきさんの喧嘩を教えてください。えっと、あの、まあ、飛行機って落ちたらみんな死ぬんですよ。で、まあ、船とかもそうなんですけど、なので、船長とかパイロットは絶対です。なので、あの、コロナがどうこうとか、その正義がどうこうとかどうでもいいです。もし飛行機に乗るんだったら、パイロット機長には必ず従わなければいけません。 で、たとえその機長がクソ野郎で言ってることが間違ってたとしても、機長に従わなければいけません。飛行機というのはそういうものです。自分の思いとか考えとかっていうのを言うのであれば、地上で好きにやってください。あの、飛行機とか船とかっていうのは、他人の命を預かっている機長が絶対的な権限を持っている場所なので、あの、青年の主張をやる場所ではありません。以上です。